2016年ズルトレーダー、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、世界一になった世界バイナリーオプションスペシャリストのリスト者の半間岩尾先生です。当時は1億円近く投資しておりました。今回半間岩先生のインディケーターの、考えでですね、 RSI をね、もうちょっと吟味しないといけないということでね、工夫を凝らして、おります。で、まあこの場合 RSI を入れるとね、こんなにね 100% 1週間で4本とかね、100% 1週間で3本とか、 87.5% か8本とか、取引数が非常に減っちゃうんですよね。それで困ったなということでですね、でこれで取引させたらいいのかということで、左のねパソコンは、あのこちらのパソコンはね、1234ってあるんですけど、あのいつも動かしてるんですけど、今3台ですね。で月曜日で朝で、始まってないんですけどね。あとね、ライブのですね、ライブのですね、シグナルがね、ちょっとスワッププラス、ね、売りでね、スワップの多い取引ということで、ちょっと取引してんですよ。これなんですけど。で、これらはライブ投資のこちらですね。これは本物ですね。もうマイナス2229円ですね。で、これはね、さや取引法なんですよ。この2つは。で、ワクワクと怒っちゃってんで、仕方してますけど、スワップが困っちゃってるね。で、こちらのスワップで長くやると、こちらよりか2つよりか越すんで、これ10日で、10日ぐらいですかね。約10日分ですね。10日でだいたい160円ぐらいな、140円か160円なんですよ。1日14円か16円なんですね、スワップがね。ユーロ、ZAR ですね。で、今ちょっと落ちてきたんですよ。ね、これは、ちょっと落ちてんですよね、これね。だから、それいい時じゃないかなということですよね。このスワップの関係でですね、プラス123円ね。この2つがね、ユーロ JPI とGBP-JPI のね、さや取引がね、うまくいかない。今、落っこっちゃってるんですよね。困っちゃいますね。もうちょっと上がってくれればいいんだけどね。いい時にこれ、ね、調整しますね。で、このスワップがうまくいったなって感じですね。こういうシグナルでね、打つんですね、スワップ。この上だけ。この場合は、上位数。だけですね。浮いだけですね。これちょっと試しでやってて、だからスワップでね、スワップとあの FX でね、両方やんないとね。ということでスワップですね。これどんどん落ちると思うんですよね。うん。あ、ちょっと楽しみですね、これはね。
で、これは置いといて、こちらですね。いや、今朝方の5時半ですか。これどうするかですね。これでねえ、なんか雲がですよね。3回、8回、4回ですね。 100% か、4回と3回か。まあね、アウレンサイを工夫したことでだいぶいいんじゃないかなというような調整でね。15分周期だから15分周期で RSI やるといいんじゃないかという考えですね。どうでしょうかね、 RSI 入れた時の状況ね。取引少ないんですよね。これ60にするとね、左がね60なんですよ。だから60にやってね、6だと結構多いんですよね。ね、60だね。そこ60でやって85だったっけ。80と、あ、80と20でやってますね。80と20の方がいいのかな。いや、85と15の方がいいみたいだな。ねえ、これは、ね、左側なんだけど、ちょっと待ってね。これスワップ。左の方ね、ちょっとね、あそこにちょっと。ちょっと一旦止めますね。これですね。取引数はこれ 60% でやった方がいいのかな。3個以上だから、これ10個以上でちょっと見てるかな、これ。ね、これ10個以上で取引を考えて。で、これは。本物を見た方がいいのかな。ですよね。こう出てきたね。この方がいいのかな。実行以上なら取引少なすぎちゃうから。ね。この方がいいんじゃないかな。ここで10個以上776でしょ。これこうした方がいいんじゃないかな。ね。で、これをちょっと、ね、この場合は今度は39からこっちで読む。うん。ここがいいのかな。60%、75、25。この方が数多いからね。この方がいいんだろうけどね。どっちがいいかな。25あるからな。こうやってスポットがね、いいような感じもあるんですよね。スポットがね、これ20と80の方がいいんじゃないかな。
この子で見たわけでしょ。ねえ、この仕事は帰っていいんじゃないかな。これの方がいいでしょう、絞った方がね。で、60% 以上するか、65%。65だと。結構これもいいね。このがいいね。65% の方がいいでしょう。70% は。70% 以上の方がいいかな。ねえ、これでどうでしょうかね。60% 以上で見て、70% 以上でいいのかな。RSI はね、欠かせず入れないとダメなんですよね。MRGBP、下に、売る。すごいね、UGPT 一気に上がったわね。今上がってますよ。UGPT 一気に上がってね。で、これトマップでしょ。10% 以上でいくのかな。どっちがいいか。まあとりあえずこれ 60% 以上でやってみて、でこっちもまたちょっと様子見ようね。取引さはこれでできないんだよね。あ、取引数間違ってるんですね。これ結構以上だね。ね、ちょっと待ってね。このまあ 83% 86% 1週間で22回、1週間で12回ですね。約この半分だと思ってね。
まあ、30回の15回ぐらいしかないんですね、自分で。それで稼ぐんでしょうかね。これが一番採用じゃないかな。勝率 80% 以上ね。いいし、いい、ね、これでバッチシだな。バッチシ。まあ、左はね、ちょっと数多くしました。ね、まあ、朝方6時、8時と9時に始まるんで、これは妥当だと思うんですけどね。ね。この100%っていうのがいいかな。こういうのはどうですか ?100% 狙いってやつ。ね。週に1回。だから、ね、週に2回ぐらいで半分ぐらいやると思ってね。うん。100% 狙い、100% 狙いっていうのは面白いね。がいいですね。これが一番いいんでしょう。ね、100% 4回、3回。ね。このシグナルマジでいいでしょうね。うん。で、さ、80% でいった方がいいのかなっていう感じもね。ね、80% の方がいいでしょう、これね。ね。ね、これですか。80% 以上で、こうやって坊さん。ね。これはいいシグナルじゃないかと思うんだね。ね。これで勝てるんだと思うな。さあ、これでしょ。これはベストでしょう。どうもありがとうございます。9時からか始まりますから。